今回はパロディ作品で一番有名な漫画作品とはという話題をご紹介します。ワンパンマンはちょいちょいアンパンマンパラなこと忘れる。元ネタあるのを知らなかった。ワンパンマンはもともとワンがパソコン用の漫画原稿制作ソフトの練習のために描いただけで、連載するつもりなかったらしいからな。ドラゴンボールと最勇気。そういや悟空だった。ドラゴンボールはモチーフじゃなくてパロディなの？名前をまんま使ってるのはパロディではないわな。あくまで元ネタがあるってだけで。如意棒持って金と運に乗ってるのに。例えば銀玉で近藤勇モチーフのキャラ、近藤勇が虎鉄モチーフの刀虎鉄持ってたらパロディになるけど、孫悟空って名前のキャラが如意棒と金と運使ってたらそれはパロディじゃなくて元ネタからまんま引っ張ってきてるだけじゃね？って話。パロディかモチーフかの線引きは難しいな。銀玉の大筋としては幕末をモチーフにした別のストーリーだし、最初期のギャグやってた時はサルブタカッパはあくまで丁寧に揃えてたわけだしパロディでいいだろう。あられちゃんが如意棒を持って均等に乗ってたらパロディだけど、悟空孫悟空モチーフが如意棒を持って均等に乗っててもあんまパロディとは感じないな。筋肉マンもそういえばウルトラマンか。あれもともとはウルトラマンパロかつヒーローものパロだったのに、いつの間にか原型がまるでない明後日の方向に行ったやつ。比較的最近のやつだとマッシュル。マッシュルはハリポタのパロディって言ってよいのかと思ったけど、序盤は両分けとかあったな。ギャグ漫画日和の聖徳太子や松尾芭蕉はパロディって感じがするけどな。ギャグじゃないとパロディって言いづらい感はある。パロディとは何かという定義の話が始まってしまった。実際ここ難しいよね。自分はいわゆる盗作的なネガティブな意味を含めるとかのな楽しい意味のイメージあるんですよね。パロディ有名なバレちゃ困るのがパクリで、バレなきゃ困るのがパロディみたいな。モチーフはなんか違うよね。まあ普通に元ネタとか原案でいいんじゃないかな。そもそもパロディはもともと風刺の意味がある。だから元ネタからギャグ調というのが近く、そのギャグが元ネタありきのネタだからバレなきゃ困るってことに過ぎない。パクリとか盗作の意味は含んでいないよ。むしろパロディこそ逆にそこをひねって変えたものなんだから。なぜ盗作含むと思ったのか疑問だけど、それもしかしてごまかしや言い訳に使われたんじゃないか。もっと言えば元ネタがバレたらより面白いのがリスペクトでさりげなく混ぜる場合が多い。またモチーフにモデルはもっと単純だが、元ネタ要素が薄くても物語上問題なく進む程度。調べたら盗作と混同されるって話がポコポコ出てきたからっすね。名前そのまま持ってきてるけどやってることが元ネタと違うのはモチーフな気がする。逆に名前が違うけどやってることが同じならパロディだと思う。自分はドラゴンボールぐらいの塩梅がむしろ一番パロディって感じする。用語は悟空周りと牛魔王くらいしか取ってないし、ストーリーも全然違う。これが最有機とかになると完全に原案とかかなって思うけど。映画だったらホットショット1はトップガン、ホットショット2はランボーのパロディだな。アメリカでは方ほどある元ネタをコメディにした映画はパロディってジャンルよね。月姫もパロディなんかな。直視の魔眼のモチーフって新月誕月姫とブギーポップエンブリオ、どっちが元ネタだったっけ？世に出たタイミングとしてはブギーポップの方が先。線が見えるからそれをなぞればよいってのは武術の達人の実話じゃなかったか。筋肉マンとワンパンマンどっちが有名かな。年齢による。日本国民全員を対象にするなら筋肉マンの方が知名度高いだろうけど、筋肉マンはウルトラマンパロディだった時代を黒歴史にしてるからな。二世の筋肉マン太郎はウルトラマン太郎から来てるなぁと思われるだろうが、筋肉マンと聞いて出てくるのは親父のスグルの方だろうしな。筋肉マンがパロディだってのは否定しない。人も詳しくなければ現実のプロレスのパロディって答えそうだし。ルパン三世と金田一少年の事件簿はパロディでいいのか。いいんじゃないか。有名作だから知名度高いし。解決ゾロリもかな。タスレでもすでに言われてるが、解決の意味を知らなくて何かを解決する人なのかと思ってた。実際話によっては人助けして問題解決してる。パロディ要素どこよ。解決ゾロ。ゾロリはほうれん草マンのパロディじゃなくてスピンオフだぞ。ユーナマとかはパロディになるのか。細かいパロディはたくさんあるけど全体としてはアンチテーゼかな。山留達彦のこち亀。パロディ要素が作者名じゃねえか。タイトルだけならサラリーマン金太郎もこれのパロディなのよね。呪術廻戦もでしょ。ルパン三世は勇者ヨシヒコと魔王の城がパロディで、他は大体モチーフに感じる。ボボボボボボボはあれ、ギャグが強烈すぎるだけで世界観的には北斗の拳のパロディだよね。そもそもパロディの定義があやふやすぎてな。
既存設定のルパン三世や金田一少年はパロディに入るのかとか、崩壊した社会で受け継いだ憲法を使って世直し&兄弟と戦うという露骨なパロだからな。カイスグルゾロと解決ゾロリは間違いなくパロディだし、知名度的にもゾロリでいいんじゃね。さすがにワンパンマンじゃドラゴンボールはもちろん解決ゾロリと比べても知名度足りないだろ。まあ国外含めるとワンパンマンは解決ゾロリに匹敵するか、それ以上の知名度持ってそうな気はするから、一応このスレないで上がったシリーズ中ではこいつが2番手でいいんじゃない。実はポケモンはウルトラセブンのカプセル怪獣が元ネタ、どっかの雑誌のコラムだかインタビューだかに載ってたはず。それは単に元ネタってだけでパロディではないな。ポケモンで言うとカメックスやジルシカメバズーカっていうキャラ単体で見たらパロディもあるけど、スーパーマンのパロディ作品が元ネタの有名さと合わさって一番な気はするけど、それで言うとアンパンマン自体がスーパーマンパロみたいな感じなのか。言われてみるとそれっぽいですね。作中でも意図的に比較するような使い方してますし、パーマンとかもそうか。元が作中の MTG のパロディマジック&ウィザーズだったのに、いつの間にか漫画の看板になり、カードゲーム自体も世界的コンテンツとなった遊戯王。ドラゴンボールがパロディなら名探偵コナンもパロディだよな。コナンはホームズと少年探偵団と不思議なメルモとスーパーマンとガンダムとマジックカイトのパロディだな。マジックカイトだけは違うだろ。作者同じだし同一人物設定だし、世界観はちょっとずれてるけど、世界的に言えばセインとお兄さんじゃねえかな。ジャングルの王者ターちゃん、北斗の剣とか。北斗の剣って何のパロになるの？マッドマックスプラスブルース D。まあ元ネタであってパロディではないんじゃないかな。コナンは名前だけだから引用かオマージュだな。ドラゴンボールは無印時代は最有機を元にしたストーリーが多いからパロディ。 G 以降だけ切り取ったら引用だけど、作中でそのまんま引用してるからな。少年探偵団は乱歩のパロディと言えるかもしれない。コナンはミステリ全般のパロディだな。ゾロとかどうよ。少なくとも日本国内だとゾロリゾロになるのか。シリーズ初期の読者はもうおっさんおばさんなくらい長く続いているからファン層も広いし。元ネタは解決ゾロ、デビューはポパイとスーパーマンのパロディの豚のヒーローと敵対するヴィラン、三次創作みたいな生い立ちなんだね。スペイン語でキツネなんですわゾロ。そっからゾロリ、元ネタは義足だからちょっと違うけどね。元ネタあるのを知らなかった。日本語版をどうやって見ればいいかわからないけど、ジョージ・ハミルトン版ゾロがおすすめだったりしたり。ペルソナ語で知った人も多そう。大谷イクイボイスでの義を示せゾロが忘れられん。最初に聞いた時は変な笑いが出た。覚えられてねえじゃねえか。脅しを示せだ。俺はなんてことを。誰か俺を裁いてください。昔平成アニメ劇場でやってた解決ゾロのアニメが大好きだった。オープニング曲もすごい格好良かったし、もし DVD ボックスが出たら絶対買おうと思ってるのに、一向にそんな話が出ないわ。サブスクとかでいいから死ぬまでにもう一度見たい。ボーボボもかな。ボーボボはいろんな作品のパロディであり、同時にたくさんのパロディを予言した不思議な存在だから。当たり判定がでかすぎる定期。こりゃまた結構仮面。ネーミングセンスでは幻パンティの方が好きだけど。ちゃんと月光仮面の作者に許可取りに行った話好き。パロディ AV レベル並みにひどい内容だけどよく許可してくれたような。 W バガボンドでしょ。パロディというよりコミカライズでしょ。原作だって言ってるんだから。今回は以上になります。思い当たる作品などありましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。